はい、アラフォーシマンセルです。こちら、常陽スーパージャンプエクストリーム2019のイベントにて、レカロさんのブースに立ち寄った時の模様です。入れ替えようと思ったら、結局、これとあとシートレーシートレールですね。はい。いう格好ですね。そうですね。シートレールが2万円プラス消費税ですね。はい。で、ダブル RX の場合ですと、ノーマルフレームとスポーツフレームの2種類がありまして、より下げたい方はスポーツフレーム。できたら、ちょっと今よりも下げたいんですよ。今よりはですね、もうノーマルでもスポーツフレームでも下がるんで、下がるんですか。で、このシートだったら、どちら選んでもらっても大丈夫かなと結思いま局、すね。こう、結構深く入りまるすね。ような感じですもんね。そうなんですね。ですね、このシートがですね、まあ1年以上待ちとかそんな状態なんですえ、そうなんですか。人気あるんですか。むちゃくちゃありますね。やっぱそうですか。あとちょっと特殊なことしてますんで、たくさんこうわーっと作れないっていうのもあってですね、そのダブルパンチで、そうなんですか。じゃあ、ある程度こう決めたらレールも決めて、もう注文かけないもうしといとてもらった方がいういいことかなんですか。な。よく行かれるお店さんはあるんですか。僕、兵庫の姫路なんですけど、どこで買うのがあれなんですか。そこから安くなるんでしょうか、いや、その価基本格的にはは。もうレカロのシートっていうのは定価定で価ご販販売さ売。せてもらってますんはで、い。そしたおら、店さんのペアだとかによって多少のああ、とそういうこころではあするんか。ですけれども。なるほど。じゃあ、だいたい20万まで考えてたらいいわけですね。でしたら、十分大丈夫ですかね。14万いくらかギリでも絶対20万かからないですかかね。らないですか。でしたら、スーポートバックスの姫路さんですとか、たまになんか定期的にデカロさんのイベントとかありますもんね。私が姫路さん担当させてもらってますん本で、当ですか。夏と秋冬ぐらいにはイベントさせてもらってますから、なるほど。そのタイミングでお越しいただくっていうのも一つかなと思いますね。そうなんですね。そういうことですね。その時に、多少お安くしてもらって注文かけるみたいそうですなね。もんですかね。そこのお店さんのキャンペーンがどういうキャンペーンなのかというところになるんで、ただ多少なるとも買いやすくにはなると思いますんで、そうなんですね。そういうタイミングでお越しいただけたらと思いますね。注文1年。そうですね、今1年以上っていう状況ですね。多少なりともちょっと量産体制にも入りますんで、マシにはなるとは思うんですけれども、それでも、もう1年ぐらいは見といてもらった方がというとそうころですですか。ね。なんかあんまり、庶民、あんまり値引きがなければ、もうなんかとっとと注文しちゃってもいいのかなみたいなそうですとね、こも。もう要はご予約してもらう、お店さんもね、絶対順番通りにしか何も取り付けできないので。そうか。取り付けは基本オートバックスか自分でやるかそうですね。ってことですはね。いただこのシートに関しては、ここの、スペーサーであったりですとか、ここの高さ調整の部分そっもありか。ますんで、ちょっとややこしいんですよ。なるほど。じゃあ実際に座ってみて高さ調整そうですね。いで、ろいろやって。ちょっと低すぎるな、高すぎるなとかになると、また調整していただくっていう形になりますんで、なるほど。おすすめはもうお店さんにお任せされた方が、いいですか。なるほごど。自身で工具触られてとか、微調整とかも自分でやっていくんだっていうことでしたら全然問題はないんですけれども。なるほど。そういうことですね。さて、こちらはですね、大阪オートメッセ2019でのスバルブース、WRX のラリーコンセプトカーで装着していたレカロプロレーサー RMS2600A カーボンファイバーだったかと思いますが、これに一目惚れしてしまいまして欲しくなりました。購入するとすれば、グラスファイバーの 2700G でいいかなと思っています。今回の納期の状況を踏まえてですね、1年待つのか、レカロのその他ラインナップを見たり、ブリッドのシートも一通り見てみたい気もするし、ということで、また決めたらですね、報告したいと思います。よかったら皆さんのご意見、参考にしたいので、
コメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。